吹上浜吹上浜の夕日薩摩半島の衛星写真。西岸が吹上浜。吹上浜は、鹿児島県西部の市菊式野市、日置市、南薩摩市にかけての砂丘海岸。日本三大砂丘と呼ばれているほか、日本の渚さ百選にも選定されている。薩摩半島西岸に位置し東、品海に面し、長さ約 47km の砂丘は日本一の長さ。 吹上浜一帯は1953年に県立自然公園に指定された。南部に吹上浜海浜公園があり、1987年からほぼ毎年吹上浜砂の祭典が開催されている。北部の砂浜は狭く海岸付近まで白須大地の崖が迫っているが、南部は広大な砂丘となっている。内陸部には砂丘によって海から切り離された薩摩湖や、 西園池などの海跡がある。南部の万能瀬川川口周辺には干潟が広がっている。吹上浜が長大な砂浜となったのは、薩摩半島北部に侵食されやすいシラスが大量に分布しているためである。北部及び中部では海岸の侵食が進み、南部では堆積が進むことで長い弓形の海岸線が維持されている。南部の砂丘は、 縄文改新の時代に形成された旧気砂丘と、弥生時代以降に旧気砂丘上に被さるようにして、形成された新気砂丘に分けられる。新気砂丘形成には、神殿開発による流出土砂が関与していると考えられている。町田用保果編、日本の地形7九州、南西諸島、P215、東京大学出版会、2001年。 ISBN 4から13から064717から2ありがとうございます。